どこへ行っても注目度ナンバーワン、クーペフィアット。ベースはディープながらスタイリングは超個性的、インテリアもご覧の通りユニーク。195馬力と国産ライバルと比べると非力だが、その実力はいかに。現役だからね、現役が定年退職したドライバーに負けちゃまずいやね。最初の対決はクーペフィアットと FTO の FF 勝負スタート。おと、フィアットどうした。おいおいおい、なんで LA があんな速いんだよ。なんだこのワイドレシオは。圧倒的文句なしに FTO。トーナメント、ジェミニは決勝戦までシードとした。1回戦は160馬力同士のシビック CRX 対決。さあどっちが速い。 LSD の威力がシビックがリード。シビックそのままゴール。